皆さんこんにちは、ベリーダンサーの田塚です。ベロニです。今日は先週の続きをやっていきたいと思います。まずはリズムを聞いてください。どうぞ。いかがでしたか？なかなかにちょっと複雑なリズムパターンになってきたなという印象ですが、さあ解説聞いてみましょう。とりあえずこのリズムは最初のボーンボーンボーン、これだけとりあえずしっかりアクセントしてとってもらって、あとの他の音がタカタカ叩いているところはリズムを感じてもらいつつ、まあ、ゆったり踊ってもらえるだそうです。じゃあ踊ってみるよ。感じの踊りを踊ってみました。で、先ほどペローニさんから説明があった通り、初めのドンドンドンっていうのをアクセントしっかりとって踊って、間は私はアンジュレーションで埋める形で踊ってます。でも実際は多分私フロアワーク入れてます。フロアワークはちょっと難しいので、今回はちょっとスタンディングポジションで普通に踊っちゃったんですが、多分ソードに慣れてない人も多いと思うので、自分ができる範囲のアクセントを入れてあげるといいと思います。このアクセントの取り方、チェストなのかヒップなのかっていう問題があるんですが、基本的に本当に基本的な概念として、ドゥンっていう太い音はステップだったり、お尻ヒップワークで取った方が綺麗に見えて、この後どんどん進めていくといろんな音が出てくるんですけど、タクとかちょっと高い音はチェストだったりとか首だったりとかで取った方が綺麗って言われてます。しかしながら頭に乗っけてます。動かせるパートがパーツ、自分の体、人によっていろいろ違うと思うので、まずはとにかくこのアクセントのドゥンドゥンドゥンに合わせて動くところから動かしていくと初めはいいのかなって思ってます。きっとチェストが動かしやすい人もいるだろうし、ヒップの方が動かしやすいっていう人もいれば、もう両方動かないよ、でも手だけ動くよって人はドゥンドゥンドゥンってスネークアームだけやるとかね、そんな感じで自分の中でいい感じのところをチョイスして、ここは踊ってみてください。何かベロニさんありますか？ないです。はい。楽しんで。あ、一応ね、概要欄の方にペロニさんの音源だけダウンロードできるようにしときますので、よかったらそれを繰り返し聞いて踊ってみてください。以上、今週は終わりです。バイバイ。